もうさ、坂本さ、っていうか、なんか本当に鳥頭なんだなって思うのはさ、さっき当たったばっかりの炎に僕ら当たるんだよな。なんかマジで鳥頭すぎてさ、しかもさ、この前怖かったのはさ、なんか、自分で、飲み物飲みたいなって思って、で、牛乳取り出した。パックをね、冷蔵庫から。で、取り出して、で、キッチンに置いて、で、そのまま、なんか、ソファー座って、あ、違う違うや、と思って、牛乳飲みたかったんだって思って、で、キッチン戻って、で、牛乳の蓋開けて、で、あ、そっか、注ぐもんがないわ、つって、コップ取ったのよ。で、コップ取ったら、それで全部忘れちゃって、蓋閉めて、牛乳閉まっちゃって、で、空のコップ持って、あれってなって、スカッてなって、あれ辛い、ああ、そっか、入れてないわってなって。で、もう、もういよいよやばいなって。疲れてるんかなと思って。で、待って、牛乳取り出すでしょ？今度牛乳だけ持ってったん。ソファーに。もうさ、怖かった、自分で。はぁはぁはぁってなって。もうなんでこうなるんだよ、と思って。怖かった。病院行った方がいい。そうかな、やっぱ。やっぱそう？本当になんかありそうだよね、血管がね。本当に、損傷とかしてるのかな、もしかしたら。ダンスとかで。コントの天才。いや、コントしたくないのよ、一人で。家で。何往復もして。でもなんか逆に、運動になってていいのかな、とも思った。なんかあまりにも坂本動かないんだよね、家で。ポジティブでいいねってね。そのさ、ポジティブでいいねさ、ちょっとバカにしてるでしょ。ポジティブでいいね、カッコワラみたいな。いや、カッコワラのさ、煽り性能の高さについて語りたいんだけどさ、なんであんなにカッコワラって嫌なんだろうね。でもカッコワラより嫌なのがワラね。笑いのワラ。あれ送ってくるとさ、なんか煽られてんのかなって思う。なんか来た、エンチャントの方ノックバック。なんかさ、それってさ、わかる？ちょっとさ、陽感もあるやん。なんか、陽キャが使ってがちじゃない？やっぱネット文化に染まった奴らはダブルなわけじゃん。のになんか、その笑いで来るとさ、うわ、陽だなと思う。それこそ坂本のリア友とかさ、まあ、リア友かっこわらなんですけど、過去のリア友かっこわらなんですけど、とかも、送ってくるタイプだった。坂本そのたんびに、なんでダブルじゃないんだろうと思ったけど、でも確かに考えてみたらダブル使ってる方がおかしいのかと思って。ね。リア友かっこわら。リア友いたね。いるよ坂本。いるよってか、いたよやめてよ。その掘り下げたらさ、過去形になっちゃうでしょうが、やめてよ過去形でしょうが今となっては。でもなんか、リア友ってさ、なんかそんな高頻度で関わる必要性なくないって思って関わらないでいたら自然消滅したわ、多分。いたんだね。悲しい物語にするのやめてくれる？本当に。辛いわ。でもさ、ちなみに言っとくとさ、みんなもリア友います？ちなみに、刃先向けさせていただくと、皆さんにもリア友がいますか？はい。いますよ？いるよ。いるの？いる、います、いる、いるんだ！なんか裏切り者じゃん、マジで。でも、いない人もいそうだね、反応的に。いない人もいるし、いたって人もいる。加工系の方もいますけども。意外といるんだね。へえ。でもみんな、言っておくとさ、でも悲しいからさ、そういうのはやめた方がいいと思うよ。嘘っていうのは。この中に嘘ついてる人いたら、そういうのはやめた方がいいと思うよ。いませんっていう人の方が絶対友達できるかな。わかった？もうみんな、苦しいのはやめよう。本当に、じゃ、もう一回改
改めて聞くわ。本当にリア友がいますか？丸か×か。丸か×でお答えください。本当にいます？でも連絡取るレベルだよ。ちなみに言っとくと。連絡ちゃんと取ってて、コンスタントに。遊びに行ったりする人だよ。その遊びに行ったり連絡取ってなかったら、それはもういないも同然だから。丸、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 丸。三角いるな。あ、三角いるな。三角が一番悲しいって話だよね。多分。いや、なんかまだ丸とか×とかさ、なんか、はっきりしてる方がいいわな。三角一番悲しいって。多分。多分なんだけど、俺はそう思ってるけどどうだろうとか、なんか、いや、そんな高頻度で撮ってないから友達じゃないかもとかさ、そういうなんか悲しい瞬間が見れるから、やめてもらえる？一回。一回丸か×かにしてもらえる？さ、なんか辛くなっちゃうわ。それ。でもわかるな。なんかさ、しかもさ、それこそ、リア友いるのかもしんないんだけど、なんかリア友判定に入ってないんだよな。なんかどっから友達として言っていいんだろうな。ちょっとこの辛い話。辛い話広げますが、え、じゃあどっからがお友達？みんな的には。何したら、どういう条件が友達？リアルで遊ぶ。え、遊ぶ頻度とかどれぐらいなの？お泊まりしたら、いやバカお前そんなん言ったらもう坂本。バカバカ。本当にいないことになっちまうじゃん。全然いねえよ。超少なくなったわ急に。3ヶ月に1回は遊び、いやーそんな高頻度でさ、いやでもわかんないな、どうなんだろう。いやそれこそさ、ホロライブにいたらそれはもう無理な気がするんだけどな。いない頃で言っていいんだったら、まあいたなって感じで。ホロライブに入ってからはもうそれは無理だなって感じ。年一ぐらい。年一だったらあるかも。一人いるかも。二人かな。あ、でも、あ、どうだっけな。去年遊んだのかな。覚えてねえな。下がると覚えてないからな。でもさ、友達がいなくても毎日が楽しいって素晴らしいよね。スカウトマジでホロライブ入って楽しいもん毎日。それはいいことだなって思う。なんか多分ホロライブにいなかったら自分が何してるかなと思ったら、なんかもっとなんだろう、もっと多分暗かったかもしれないね、物事に対しての考えが。割と今でも暗いけど物事に対しては。でも今の方が全然明るいし、なんか一緒にさ、何かをできる人がいるっていいなってやっぱ思うんだよね。それこそ、金黒で魚田先輩と一緒に、こうやってマイクラ遊んだりとかもできるし、他の先輩とか同期もね、そうだけど、何かを一緒にやってくれる相手とか、なんか何か同じ目標を持ってる人がいるとか、でいいなって思う。そういう人がいてくれたら、正直、もう他にそんなにいらないなって感じする。ね。明日友達と秋葉原行く。わらわらわら。お前ブロックな、マジで。うるさ。は？うるさ。は？坂本だって別に。は？友達ぐらい。は？はは？は？あ、お前。